阪急と南海と JR が同じ線路を走るってマジ？皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回はダイヤ改正実質一部分開通するなにわ筋線計画について皆さんに紹介していきましょう。まずは超ざっくりとなにわ筋線の全体について皆さんにお話ししていきましょう。なにわ筋線を一口でお話しすると、大阪環状線の南北の交通網を大幅に改善することに加えて、その区間になると南海 JR の電車が相互に直通するっていうとんでもないことになっています。阪急電車についても一応なんか連絡をするそうで、実は当初の計画ではこれ阪急の電車が入ることも想定されてましたが、残念ながらこれについては後ほど解説しますが中止になったそうです。まあ絶対中止とは言いませんが、可能性は極めて低くなりました。ただし、なにわ筋線の駅に直通をして連絡をする構想はちゃんとあるっていう感じですね。それでは大阪市のサイトにある公式資料を踏まえながら、現在の計画の予定について皆さんに紹介していきましょう。ちなみに今回のこの資料、いわゆるこういう系の資料では結構珍しく、なんか CC4.0 っていう風に明記されてました。まあ当チャンネルでは結構概要欄の参考資料になんか元々の情報を貼ることが多いですが、まあ当然この資料もちゃんとこういう風に書いてますからね、ちゃんと貼りますよ。あ、ちなみに私実はなにわ筋線の調査をするため YouTube でもちょっと見たですが、残念ながらここら辺の資料を使ってこの表示をしてないところもありました。まあ具体的にどこのチャンネルとは言いませんけどに、当チャンネルはまあ一応特に最近はこういうのには結構気をつけてますので、私がうっかり寝ぼけない限りはちゃんと URL は貼ってるのかなっていう風に思われます。それでは CC 倍なんで、きっちりなにわ筋線の整備に向けてという資料から一応この概要ルートを持ってきました。このルートを見ていくとやっぱりわかるんですが、 JR 線ないですよね、南北ルートで。一応ここに書いてませんが、御堂筋線とかそこら辺は南北に走ってます。これも結構ずるい図の書き方で、まあ要するに平行路線を省略することで、この路線は平行するものがあまりないっていう風な印象を与えます。ただ残念ながら実際は当然関西の人だったらわかるでしょうが、南北に地下鉄の電車は結構通ってますよね。まあそういうこともあって、実際実は並行する地下鉄の路線もあったりします。御堂筋線もそうですし、他には阪急と直通する地下鉄境筋線とかが結構該当するかもしれません。あと四ツ橋線も結構近いですね。他には谷町線や、あとはちょっとこれ大丈夫かっていうことで有名な千日前線と政治路線の噂もある今里筋線、この3つの路線も一応並行してますね。まあ、ちょっと環状線を外側を走行してますが、それ以外の地下鉄線については一応環状線の内側を走行しています。ただ一方 JR 線とかは全然この南北のルートないんですよ。まあもちろん大阪環状線は該当しますが、それ以外の路線って実は南北に横断しません。東海道新幹線とか山陽新幹線、あと東海道線とかその他路線については結構東西に横断するんですが、いわゆる南北にこの環状線のやつではなく路線ってあまり JR 線とか私鉄線では多くはないんですよね。特に大阪環状線内を突っ切る私鉄路線とか JR 線ってほとんど存在せず、まあ正直言ってこれは結構新しいことかもしれません。続いてはなにわ筋線沿線について皆さんに紹介していきましょう。まずはなにわ筋線の沿線について拡大しました。今回拡大したこの赤い区間については、いわゆる共同区間となっており、南海 JR が両方とも走ることが確定しています。少なくともこの区間で南海と JR が相互直通運転実施する感じで、なんか JR 相鉄直通線みたいな面白い光景が見れますよ。っていうか多分 JR 相鉄直通線より走る電車のバリエーションは多いかもしれませんね。あそこは JR と相鉄それぞれ一形式しか直通運転してませんが、こちらはそれ以上になんかすごい電車がいっぱい走行します。そういうこともあって結構カオスなことになりますや。この路線の始点は大阪駅ですね。一応この計画図では2017年時点なんで北梅田っていう風な箇所がついてますが、この駅はローラッチで大阪駅構内になるそうです。っていうか実際次のダイヤ改正でいわゆる梅北エリアとして大阪駅の拡張という扱いで
開通します。もちろんノーラッチなんで、もちろん運賃計算上は JR 大阪駅と同じ扱いになります。長く帰る場合はちょっと違いますが、 JR 変わる場合はこの駅については一応 JR 大阪駅と同じ運賃という風になりますね。当時はまあ多少離れており、また地下と地上で距離があることから別駅扱いになるそうでしたが、ただ最終的にはまあ一応なんか乗り換え時間が6分程度ってこともあって、なんだかんだ地下になりました。京葉線よりかは近いかもしれませんね。京葉線東京駅は実はかなり離れており、同じ駅にしてはちょっと離れすぎて、これ大丈夫かっていう風に言われてますが、どうやらこの梅北エリアについた総武快速線から地上線乗り換える程度の距離かもしれませんね。それでは途中駅について紹介していきましょう。まず一つ目は中之島駅ですね。こちらは京阪の駅になります。ていうか中之島って結構最近に延伸された駅ですが、あ、でも2008年なんでそんなにまあ新しいってわけでも今ではないかもしれませんね。2007年から製造された E233系1000番台が今では機器更新されています。ちなみにこの中之島を通る中之島線は結構利用予想が想定を下回っちゃって、なんかお釈迦ぽって感じですが、実際現在のところ京阪と分離した後結構単独で走行したり、まあ、ちょっと繁華街からずれてることもあって利用があまり良くないそうです。ただ将来的にはこの何わ筋線開通に伴いこの新しい駅を利用する人は増えそうですね。となるとまたこの路線の評価は改められる可能性もあるなーって気持ちになりました。あともう一個、西本町駅もあります。この駅は特になんか具体的に〇〇線と連絡をするとかそういうことは書いてませんが、ただ地下鉄中央線、一応 JR 中央線でなく大阪メトロの緑の中央線ですね、こちらと連絡をするのかはちょっとわかりませんが、比較的近い、まあ、せいぜい1キロ圏内のところに駅があるそうで、まあ一応単独駅ながら、まあ一方で地下鉄中央線とかとの連絡駅になる可能性もゼロとは言えません。西本町駅を出ると何回は JR と分離をするんですよね。一応この西本町駅までは共同区間っていう感じですが、こっからは JR と何回が分離します。 JR 線は JR ナンバーの方に行きますね。すでにこの JR ナンバー駅については開通しており、おそらくここが何わ筋線の拠点駅として今後は活用されていくのかなと思われます。そしてそこから南の方に行くと天王寺に向かっていきます。天王寺はもう知っている方も多いでしょうが、大きい町ですね。またここから阪和線を経由して和歌山、あとは関西空港方面に JR 西日本は直通できますね。一方段階については従来の路線に加えて新しく並行して大阪新難波駅、そしてそこから新今宮駅までまっすぐ走行するルートを作ります。これは全部新しく作る感じで、 JR 比べて開通部分が少なく結構大変そうですね。結構何回は大掛かりな工事になりそうだなっていう気持ちになっています。まあ一応沿線状況はざっとこんな感じですね。続いては断面図より地下ルートの方を見ていきましょう。具体的には何わ筋線事業計画にかかる都市計画素案説明会という感じですね。なんかここの説明会で配られた資料にどうやらこの情報があったそうです。ちなみにこの画像についても当然 CC 倍なんで、ちゃんとここから持ってきたってことを話しました。ちなみにどこのチャンネルとは明言しませんが、まあなんかこれを書いてあるところも残念ながらあるそうです。まあお釈迦ぽん、まあこの話は置いといて、大阪駅を出ると35パーミルという結構な急勾配で下っていき、中之島駅に到着します。中之島駅構内にも10パーミル程度の急勾配があって、結構坂は急ですね。10パーミルっていうのは結構急な坂ですから、なかなか結構インパクト大きいかなって思われます。結構な急斜面なんで電車の運転難易度は少々高そうかなって思われます。そしてこの駅を出るとまた30パーミル超えの今度はきつい上り坂を登っていきます。先ほどは下りでしたが、今度は上り坂っていう感じで、こっから西本町駅に向かっていきますね。ほんとなんかもう鉄道車両泣かせの構造です。理想的な設計は駅の前後が少々
上り坂、そして下り坂っていう風に曲がっていく構造ですが、真逆ですよね。しかも急勾配なんで相当路線を作るのに苦労されたんだなっていう風に個人的に思いました。やはり見た感じもトンネルを通すので精一杯っていう感じで、すごい地形はもうガタガタって感じです。一方西本町駅は比較的他の路線との接続もあまり多くないことから結構スムーズに通れますね。西本町駅周辺は極端になんかすごい急勾配があるわけでもなく、まあ普通に停車するのはそんな難しくないっていう印象です。そして図は後半の方に移動します。まあこんな感じで西本町駅を出ると JR と南海は分離をします。 JR 線が上側、南海が下側を走行します。 JR は道頓堀側をくぐって JR 難波駅につながる感じですね。まあこっから先についてはすでに開通してため解説はしませんが、一応こんな感じで近い駅に連絡をします。一方南海についてはさらにトンネルを掘っていき、また新しく路線を作っていきます。この新難波駅はちょっと従来の難波駅より若干道頓堀側のすぐそばにできそうですね。そしてこの南海の新難波駅を出るとまた上り勾配で一気に登っていき、新今宮駅に抜けていきます。新今宮駅についてはすでに複々線になってますね。またこの付近はやっぱり発展していることか、当然ホームを増やすスペースはなかったりします。残念ながらそういうこともあって結構合流部分は大変そうですね。現状は一応この複々線の高架線で合流する感じですが、まあ見た感じ結構配線は大変そうです。場合によっては駅周辺を新しく変更するとか、そういう大規模な工事をする可能性もありますね。なかなか結構この周辺は交差が大変で、平米交差を場合によっては生じたり、結構制約は多そうなエリアだなというふうに個人的には感じました。建設費については全体で3000億円程度と結構高額になっています。こちらについては冒頭で路線図を引用させていただいた資料、なにわ筋線の整備に向けてからデータが書いてますが、だいたい3300億円というふうに書いてます。ちなみにこの費用について、いわゆる2023年春のダイヤ改正で開通する大阪駅梅北エリア、これが含まれるのかは結構注目ですね。この駅はすでに完成している状態に近いですが、この建設費についてもなにわ筋線に入っているのかは注目です。あと一応 JR 難波の延伸について、まあこれは多分入ってたでしょうが、まあ一応これについては入っていたとしたら、意外と3300億円って言ってもすでに一部はもう完成したため、実際今後できていく部分についてはもうちょっとコストは安いっていう風に考えることもできますね。ただ一応見た感じ、いわゆる上下分離方式を採用しているので、おそらくですが、まあこの区間で考えるとだと結構もしかしたらマジで3300億円すでにできている駅の分をほぼ除いて、そういう状態になる可能性もあります。3300億円やっぱり結構インパクトが大きいですよね。立ち退きとかそういうの含めて結構あるため、やっぱり建設費は高めになっています。一応この共同区間っていう感じで、先ほども紹介しましたが大阪から西本町間については共同区間っていう風になっており、おそらく南海から大阪に行った場合は南海通しで、 JR の新今宮とかそこら辺から大阪に行く場合は多分 JR 線の運賃で計算されるかなっていう風に思われます。運賃ルールはちょっとまたすごいことになりますね。まずこれまで JR では例えば新今宮から大阪に行く際は大阪環状線経由で運賃を計算されていましたが、おそらく今後はこの新しくできるなにわ筋線経由になりそうですね。おそらく最短ルートで計算する運賃ルールがあったはずなんで、多分 JR 西本も同様にその運賃ルールを適用したらこういう感じになるのかなと思われます。これまでより結構短くなる分運賃も値下がりしますね。ただしおそらくですが加算運賃があるため、場合によっては案外と変わんない可能性もあったりしますね。おそらく何回も JR も加算運賃を従来の運賃にプラス10円か20円くらいはかけてきそうですから、結構値上がりしそうです。開通からしばらくは案外と運賃の値下げ効果は薄いかもしれませんね。ちなみにこの両者が共同に走行する条件ですが、関東にもありますように三田線と南北線です。あの関係性になるのかなと個人的には思ってますね。
なお今現在ダイヤについては特に分かっていない感じですね。そもそも日中毎時何本くんのかについてもよく分かりません。どれくらい本数が入るのかについてはまだ明確に示されてませんね。確か1日あたりの総本数はあった記憶ありますが、いわゆる種別ごとの本数とかそういうのは全然ないそうです。という感じでちょっと現状あんまり分かんない感じですが、おそらく可能性として言えるのはまずシフトですね。電車は結構シフトしそうです。これまでは大阪環状線を周回していた電車とか、あとは天王寺を始発終点とする電車の系統についてシフトをする可能性結構ありますね。これらの電車を JR 難波経由にして運用する可能性はありそうです。一応どうやら遥と黒潮については入るそうなんで、今現在おそらくほとんど全部大和路線経由で運転されている JR 難波駅の電車は、まあ一部結構阪和線経由も入りそうですね。多分特急列車については一部の大阪環状線周りで新大阪に抜けるルートの電車は一部なにわ筋線周りで運転される運用が増えそうな感じがしました。一応現行ダイヤの様子を見ると、ざっくり JR 難波駅は普通電車が毎時大和路線方面について4本運転されるそうですが、まあこのうち一部はもしかしたら運用が追加される、もしくは本数の変更等調整もあるかもしれませんね。運用とかは結構大和路線含めてガラリと変わるかなっていう風な感じです。もしかしたら大和路線経由の快速電車も一部ですが、これを使って新大阪の方まで直通する、あるいは梅北エリアまで入る可能性はあるかもですね。ただ現状ちょっとまだ詳しい直通内容についてははっきり分かんないところも多く、ちょっと断言することはできない感じですね。場合によっては大阪東線と直通運転する電車も出るかもしれません。実際なんか最近の、ていうか次のダイヤ改正ですね。次のダイヤ改正で、なんか知床八王編成の3つドアの天空車に運用が取り替えられる直通快速がありますが、この直通快速かもしかしたら、阪和線とかそっち方面の直通を意識して設定した可能性もあるかもしれないなとか、そういう気持ちになりました。断言はできませんが、一応そういう可能性があるんですよね。中については空港方面向けのラピートの直通運転が決定しています。っていうか、普通に考えて、この関西空港方面の電車は、はるかとラピート両方走る感じで、競合してるかちょっと心配ですね。まあ、これを言っといて、一応南海については、空港方面向けラピートも直通する感じですごいことになりそうです。無課金種別についても、一応南海からは入ってくるそうですね。急行とかなんかそういう種別が来るんでしょうか。ちなみに高野線方面の電車は残念ながらありません。設定しても本当に早朝深夜に数本とかその程度で終わる可能性結構高いです。なんでかっていうと、この高野線はいわゆる今宮恵比寿駅付近で結局本線側よりさらに奥なので、ちょっと合流するのが難しいですよ。まあもちろん平面交差で繋ぐことはできるかもしれませんが、相当放水制約はあると思われたび、それこそ本当に早朝深夜みたいに電車の本数が限定されているタイミングでちょこっと設定するくらいしかできません。まあそういうことを踏まえたら、多分基本的には本線系と同様で直通するのかなっていうふうに感じます。和歌山方面の運用が結局こちらについてはメインになりそうですね。いわゆる高野線とかが通りそうなエリアについては、案外となにわ筋線のメリットは受けにくいところもあるかもしれませんね。そして最後に阪急の話もしていきましょう。ただ阪急についてはちょっとまだはっきり決まってないところも多いんですよね。まあそういうこともあってまだ謎だぞっていう感じですが、一応紹介しておきます。阪急はなんか皆さん知っている通り茶色い電車ですが、最終的には大阪の梅北エリアに入ってくることは分かりました。ただこっから先はちょっとあやふやで、大阪の梅北エリアの今現在開通して駅に入るのか、それともまた新しく別のホームを作って阪急独自の駅を作るのか、まあ、そこら辺も全然はっきり分かんない状態です。そもそもこの路線がなにわ筋線の開通と同時にできるのかもよく分からず、下手したらなにわ筋線開通から5年10年遅れてなにわ筋線開通というパターンも想定できるため、非常にややこしいです。もともと阪急はいわゆる新大阪から重曹を結ぶ、あと一応なんか淡路の方まで結ぶ計画もあったそうですが、新大阪連絡線はまあ実質重曹から新大阪間限定になりそうです。
また淡路駅へ下りたいとして、なにわ筋線を使って十三から大阪梅北エリア、ここに直通するそうです。ちなみに新大阪からこの十三回についてはどうやら結構昔っていうか、下手したらオリンピック前から計画があったそうで、山陽新幹線作る際にもこの阪急の電車が線路を通しても走ることが可能になる、いわゆるそういった設計段階から将来的に小道線ができることを見越して作ったものがいくらかあるそうです。一部橋梁とかにはどうやらこの阪急の新線の基礎となりそうな部分もあるそうですね。ただ結構古いものも多く、墓地作る場合多分基礎部分含めて新しく作り直すのかなとは思われます。重曹を経由して大阪梅北エリアに多分向かうルートが今のところ一番有力っていう感じですね。一応雰囲気的にはなにわ筋線の連絡線と阪急の新大阪へ対する連絡線、この一部が同時に作られて、総延長4キロから5キロ程度の新路線が多分阪急のなにわ筋線という感じになりそうですね。ちなみに小道路線なんと線路幅を変更しています。阪急は確か標準機で電車を走らせてますが、この新線については狭軌になるそうです。これによって JR 線と直通が可能になります。もちろん南海と直通っても対応しますや。一応こんな感じで線路幅を変更し、かつ一応なにわ筋線の直通運転も可能そうな構造ですが、ただやっぱりちょっと疑問もありますね。まず大阪か新大阪間は当然ですが JR と被ります。並行在来線を正しく作る必要があるのかという疑問ですね。ただこれについては一応答えがあって、どちらかというともともとこの計画重曹で分かれていることからも分かるように、どちらかというと大阪駅から重曹駅の需要、そして重曹から新大阪の需要で、投資の需要はあまり考えてないかもしれません。どちらかというと JR 大阪から阪急の重曹まで乗り換えやすいルート、一方で新大阪から重曹駅まで新幹線将来はリニア開通によって便利になるためのルートというふうに阪急は考えてるかなっていうふうに感じます。結局重曹に引っ張ってくるためのルートっていう感じで、だからこそまあちょっと独立した路線にしてもいいのかなっていうふうな感じでした。乗り換え必要とはいえ、まあホームが多分近いでしょうから、そんなに時間かかんないため、まあ一応そこそこ便利になるのかもしれません。もちろんですが阪急の本線とは直通って一切実施しませんで、これによって重曹駅はさらにカオスな構造になるかなと思われます。運用組む場合、新大阪から大阪の貨物線の事情を踏まえると、まあ多分ですが何回の電車が一部直通する可能性ありそうですね。多分 JR 新大阪駅は極力 JR 中心になりそうです。やっぱり JR 車が新大阪に行くのに、なぜかこの JR 車がわざわざ JR の新大阪に行かず阪急に行くってのは、まあ当然ダイヤが狂ったら対応できるような改造をする可能性はあるかもしれませんが、まあ普通ダイヤを組む際そういう電車を設定するのはやっぱり矛盾が大きいです。特に新大阪方面の電車なのに、なんか JR 線の電車だと思ったら突然阪急に飛ばされたっていう風だったら誤解が大きいですからね。やはりちょっとこれはあまり JR 車を使わずに、極力多分ですが南海車や阪急車を使った運用でここら辺の区間は賄うのかなと思われます。もしもなにわ筋線に阪急の京浜線直通する場合、多分ですが乗り間違い防止とかそういう観点からも多分阪急と南海の走行乗り入れがベースになって、まあ、JR 線の走行はあくまでお化けっていう感じになりそうですね。あともう一点気になるのは車両ですね。おそらく多分新線建設でするため、従来の3つドアでなく4つドアの新車を導入するでしょうか。だとしてもやっぱり結構他が大変です。例えばこの新大阪線周辺に新しく路線を作る場合、車庫も必要ですね。当然ですが線路幅が違う上、見た感じ多分阪急との本線系統での直通はないことから、相当車庫を置く場所は苦労されます。まずそもそもの話、この沿線付近で置く場合、まず用地回収が非常に大変です。あと置けるスペースもあまりなく、ちょっとこれ作るのは大変でしょう。新大阪駅を2面要請するとか、ちょっと奥の引き上げ線で置く構造にしても、じゃあやっぱり結局車両検査はどうするんだっていう風な感じになりますよね。おそらくですが個人的に多分南海とか JR 西日本の車庫を使って一応阪急の電車を置くのかなという風に思われます。
例えば南海道本線の車庫にこの阪急電車を置かせてもらうことで阪急としても結構メリットが大きいですよね。一応なんか数キロメートルの独自規格の路線に対して阪急がわざわざなんか車庫とかそういった軽車庫を置くのも非常にコスパが悪いんですよね。まあ普通にこんな感じで多分ですが、南海とか場合によっては JR 新宿のどっかの車両置き場とかで電車を普段は置いてメンテナンスとかはまあ外部委託にする可能性が高いのかなっていう風に思われます。車体はなんか普通に阪急の茶色っぽいカラーですが、車両構造は従来とはすごい違う構造にする可能性も結構あるのかもしれませんね。そもそもこの阪急のなにわ筋線関連についてはまだ分かんないところも多く、そもそも本当になにわ筋線の直通に入るのかすらちょっと気になるところですが、ただ計画を見た感じでは結構入ってくる可能性はありそうです。ただ南海や JR 西日本と比べて直通運転の効果はあまり強くなく、どちらかっていうと重層へのアクセスとかそっちを重点的に見てるなっていう風な感じでした。まだちょっと分かんないところも多いなにわ筋線ですが、一応阪急は分かんないもの、南海 JR 側については出来上がりそうな感じですね。今後どうやっていくのか注目なんで、また面白そうだったり再生数が良かったらまた出していこうかなっていう風に感じました。このチャンネルでは鉄道に関するいろんな情報を発信していきますので、興味を持ってくれたらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。